ローブを作ったんですけど。面白そうだね、ちょっとはめさせて。ありがとうございます。はい、これ人工皮革なんだ。そうなんです、ベースが人工皮革で、うん、とにかくグリップ力をっていうコンセプトで作ったグローブになります。グリップ力がいいの、うん、表面がちょっとシリコン加工になってるんですけど、どうですか。お、全然滑んない、ちょっと引っ張ってみて。すごい、お、全然滑んないね。これルール適合なの。そうなんですよ。へえ、もしよかったらちょっと置き出して。吸い付くようだね。つきますか、ね、もう全天候でお使いいただけます。でもこれから夏なんかはいいよね。そうですね、あの内側の手圧をきちんと吸収してくれるので、うん、内側も滑りにくいっていうのが特徴なんです。そう、内側がでも大切なんだよね。そうなんです、うん、外側滑らないのいっぱいあるんだけど、うん、内側が滑らないのは大切で、うん、の我々にとってね、やっぱりこうあまり強く握りたくないじゃない、はい、でも滑るグリップだとこうギュッと強く握っちゃうんで、うん、力んだよね。そうですね、うん、だこれなんか本当にあの握力のない女性とか、あのシニアの人とかね、すっごくいいんじゃないかな、はい、あと伸びるし、はい、あの我々ってこうあの天然側で、はい、あのキツノをこう入れて、はい、で伸びるのを待つっていう。でもこれだと割とスッと入ってこう締まる感がすごくあるからいいね。ありがとうございます、うん、これ試合でも使っていいの。ぜひルール適合なんで。おー、これいいね。うーん、そうか。おー、あの気持ちいいね。ありがとうございます。うん、あー本当に気持ちいい。これどんなグリップでも合うよね、これならね。そうですね、うん、コード入りでもナバーね、はい。